Thank you.
Thank you.
サテライトキャノン、よし。
意だな。ちょっと貸してもらおうか。捕らえた。サテライトキャノン発射。隠れ家を発見。マップを更新した。本当にありがとうございます。これで研究に戻れます。残骸を漁りに行くんだ。ガラクタたちを動かし続ける唯一の方法だよ。見つけたら生成プラントまで持ってきてくれ。
アウトローの超空間トラップが接近。超空間トラップの回避成功、異常なし。アウトローの超空間トラップが接近。みんな道に迷った旅人がいるよ。出てきな野郎ども。やつらはタレットで基地を守ってるみたい。片付けて。レギオンと戦いたければ戦えばいい。でもな、奴らを止めるにはエクストラクターを叩くしかないぞ。
均等ウェポンで攻撃すればノバを取りやすくなります。試してみよう。いいかい、オーデンの塔の中には2つの異なるエレメントを必要とするものもあるんだ。覚えておいてくれ。データベースをアップデート。仕事を探してるのか。いいね、見つけよう。見つけたけど攻撃を受けてる。いや、あんた誰？いや、俺はメイソン。リーダーが行方不明なんだ。手を貸してほしい。どうすれば手伝ってくれる？
対象物ではチャージできません。報告、対象物ではチャージできません。報告、エネルギーセルのチャージ 50% 完了。データ完成。生物の識別完了。警告、対象物ではチャージできません。報告、エネルギーセルチャージ完了。生成プラントに届けて報酬をもらいましょう。解析結果、フリーズウェポンで攻撃すればノヴァを取りやすくなります。他のを試してみよう。試してみよう。
その怒りはレギオンにぶつけてください。覚悟しやがれクソ野郎。お前はここで終わりだ。アウトローの隠れ家を発見。マップを。あ、どうも。あなたは？どうも、俺はメイソン。スターリンクってグループの一員だ。何か手伝えることはあるかい？異様に明るいバスクブロッサムがセンサーを妨害してるんです。助けに来た。必要なものを取ってこよう。ありがとう。レギオンがいなくなった後もこの生態系を保全するには苦し。バスクブロッサム。助けに来た。必要なものを取ってこよう。どうも。サンプルを持って戻るところです。生体物質は観測所に持ち帰るようにしてください。生成プラントで使う鉱石を探しているんだが、まだ確認できていない種類がある。珍しいものを見つけてくれたら交渉にも応じよう。
も。隠れ家を発見。マップを更新したよ。アウトローの脱出スポットは簡単に追跡できるんだよ。
ストレート。サテライトキャノン、よし。船の半分ほどの大きさがある光る石を探せ。それを削って持ってくるんだ。覚悟しやがれクソ野郎。おお、今のが痛そうだ。アウトローの隠れ家を発見。マップを更新した。50% 完了。報告、エネルギーセルチャージ完了。生成プラントに届けて報酬をもらいましょう。まずい、やられる。
開始だ。生成プラントはエレクトラムを大量に生産できるんだ。頼みを聞いてもらったことだし、時々エレクトラムを送ってやるよ。よく聞け。お前さんたちが知るべきなのは世界の裏だ。物事は水面下で動き、敵は仮面をつけて暗躍する。レギオンを操っている奴がいるなら、そいつがキャプテンをさらったのかも。難しいな。グラックスは滅多に姿を見せない。グラックス、そいつがドレイクを送ってきたのか。ドレイクは奴の目と耳だ。よほどのことがない限り、奴が姿を見せることはない。お前さんたちは奴を引きつけた。自分たちの目で確かめたらどうだ。つい最近、ドレイクがここを襲撃した。コアを分析すれば、レギオンとグラックスの情報をつかめるだろう。何か分かったら、俺にも聞かせてくれ。できるぞ。スターリンクのデータベースをアップデート。ノバを手に入れるにはそれなりの苦労が必要だ。だがエクストラクターコアを生成プラントに持ってきてくれれば、その作業も楽になるぞ。墜落現場は近いようだ。お前さんが探してる情報は奴の脳みその中さ。そいつをハッキングしてやれ。ただし離れると強制的に中断されるから気をつけるんだな。じゃあ頑張れよ。データの解読を開始。エディロクス、俺の合図で撃つんだ。レギオン部隊接近中。少し破損してるが、 SOS の正体は分かった。分かったよ。それがグラックスってやつ。はっ、
なんておかしな名前だ。あんたイーライを信用しすぎてる。奴はグラックスがレギオンを操っていると思ってる。まるでグラックスと同じだよ。ねえねえ、ごめん、よくわかんないんだけどさ、グラックスって何？ああ、恐ろしい生物だ。伝説では忘れ去られし墓で数百年前に生まれたとされてる。あるいは太陽に住み古代のウォーデンと心を交わしたとも言われる。話によって違う。ああ、つまり化け物ね。都市伝説でしょ。そんなのアウトローの作り話だよ。心配しなくていい。警告、レギオンの増援が接近中。どうだ。レギオンの増援が接近中。機体レベル上昇。レギオンのデータを入手、処理完了。
確率レギオンのデータに侵入、接続維持のため離れないでください。レギオンの機材を確認、ハッキングを開始してください。なおハッキングを行うと高確率でレギオンの援軍が呼び寄せられます。警告、レギオンの増援が到着しました。よし、こうでなくちゃな。処理完了。
かい。アナライザーを用意しておきました。それを回収したら始めましょう。ファルタ、ターゲットスキッタータスクに接近。それをスキャンしてください。完璧です。その調子で次を見つけてください。アナライザースキャン完了。アナライザーは完全な状態です。絶対に落とさないでくださいね。タスクの殻の分子構成を完全に分析することができます。気をつけてくれよ。